おはようございます。炎蔵です。8月1日、朝会、よろしくお願いします。昨日、あのー、FMC ライブ、たくさんの方に見ていただいてありがとうございました。えー、動きましたね。そこでもまたね。はい。ということで、今日は、えっ、ー、と、日銀と FMC の金融政策を話して、あとは、昨日結構盛りだくさんだったんで、えー、主なポイントをチェックしていきたいと思います。よろしくお願いします。 まず、日銀からやりましょうか。日銀政策金利0.25%へ上昇させて、QT は3兆円規模にということで、えー、まあ、炎上は9月じゃないかと思ってたんで、えー、外してしまいました。申し訳なかったです。で、えー、っと、ここですよね。 えー、政策金利、えー、短期金利無担保コールオーバーナイトものを0.25%に引き上げ従来は0から0.1%だったというとこですよねでまあこれでサプライズまあサプライズっていうかず前の日にねあのもう結構 NHK は出るわ共同通信は出るわ、えー、ダメ押しに2時に日経新聞が出るわということでなんか決まってた感じデキレスっぽかったですよね。 でもう一つ、これは絶対やりますよと言ってた、えー、QT、長期国債買い入れの減額ですよね。これ、もう6月の時点でやりますと。で詳細は7月ですということで出ましたと。毎月、えー、じゃないや、毎四半期ごとに4000億円程度ずつ、今、だいたい6兆円ぐらい買ってるんですが、えー、毎四半期ごとに4000億ずつ減額して、だいたいまあ、 2.9と3兆円ぐらいにするということで、そうすると国債が7から8%ぐらい、今持っている580兆ぐらいかな、の国債が7から8%ぐらい減りますよというところ、あとは上田さんの発言として、えー、ここですよね上、物価に上振れするリスクに注意、見通しに沿って経済、物価はこれまで示してきた見通しに沿っておおむね推移している。 ということで、お、え、む、ー、ね推移しているのだから、えー、利上げをしていくっていう、まあ、金融政策を引き締めていくと、まあ、それでもまだ、えー、実質金、あのー、ニュートラル中立金利にはまだまだ遠いんで、えー、全然、えーとー、実質金利は大幅なマイナスなんで、緩和的なあ金融環境を維持して、経済活動をしっかりして、えー サポートしてきますよと。まだまだ金利は低いですよ。じゃあ、どこまで上げるんですかまずは0.5なんでしょうね。0.5まで引き上げてというところだと思うんですが、まあ、これがいつになるかというのが次の多分、あのー、見通しになると思います。で、これを受けて発表直後、ドル円151円50まで下落したんですが、なぜか154円付近まで上昇して、 えー、上田さんの会見が終わった後海外勢がまた下攻めしました、というところですよね。で、あのー、ただ、FMC の後って、むしろ上がってたんですよね。一時、えっ、ー、と、150円割れをした、149円の6人ぐらいまでいった後と、150、えっ、ー、と、 151円の26かまで上がってたんで、そこから FMC を受けて、もう一度150円割れになったというところで、まあ、1 0安値付近で終わったというところになりました。それでは FMC どうでしたかというところなんですが、据、ま、え、あ、置きは予想通り、9月利上げを検討ということで。えーと 声明文では特に、えー、と利下げとかそういうことは全く言ってなくて、ただ、えーと雇用、リスクは雇用とインフレって言ったんですよね。どういうことかっていうと、今まで声明文がうたってたのは、えー、リスクがあるのはインフレだと、要するにインフレが下がらない、また高止まりするってことがリスクでしたと言ったんですが、今回は、えー、と雇用の方もリスクになるよと。 いうことで要は雇用の方も注意しなきゃいけないということで、えー、利下げに対する道が開けたというところですよね。で、まあえー、ただ、ここでは特段、声明では利下げを匂わせなかったんですが、えー、記者会見で早ければ9月に利下げを検討できるということをパウエルさんはにおわせました。まあ、そこら辺がどうなんでしょうね。あの声明で全部書くほど確定ははしないいある中がまだ 割れているのかかどうかというところなんですが、えーとまあ、パウルさんは会見で雇用とインフレ目標を同等に重視する状態に戻っているっていうところで、えー、あとは、えー、9月利下げが検討される可能性、えー、金利引き下げの段階が近づいているっていうことで、えーまあま、決定してるとは言ってないんですけどあのもう9月には検討するよと。 えー、情勢が変わらなければ検討するよっていうことを言ってますのでこれはかなりもう9月は、えー、織り込んだなというのが声明、あのー、会見では、えー、さらにそれをパウエルさんは、えー、と割とハト派色を出したというところですよね。おそらくパウエルさんが中では、えー、ハト派の方のに今位置してるんだと思います。 そうじゃないあのメンバーももちろんいると思うんですけどね。で、結局、えー、フェドウォッチなんかは9月利下げ100%、11月も70%、12月も69%というところなんですが、まあ、さすがに3回はねえかなっていう、まあ、2回はあるかなっていうイメージですかね。まだこれは情勢次第だとは思いますがというところです。まあ、昨日の FOMC に関しては えー、そのようなとこで9月、利下げを検討された。じゃあ、まあ、そこら辺をさらに出してくれるのは来月のあ、今月の、えー、ジャクソン・ホールの会見なのかというところかもしれません。じゃあ、それ以外のところなんですが、オーストラリアの CPI が低下しましたよね。えーと まあ、総合 CPI が1から1%、前年比では3.6から 3%, こちら上がっちゃったんですけど、トリムの方ですよね。まあ、トリム値っていうところで、借り込みなんていうふうに言いますけど、1から0.8前期比、前年比4から3.9ということで、えー、オーストラリア中銀、このトリム値とか、えーと、トリム、トリムドゥミーンとかっていうんですよね。これとか ウェイテッドメディアンとか要は加重平均とかっていう、そういうのを重視してますよね。だから、あまり総合,あの総合は見てないっていうことで、総合ちょっと3.6から3.8に上がっちゃったんですが、こちらのウェイテッドメディアンというのは4.4から4.1に低下。トリームドミーンも点4から3.9に低下ということで、えっと、5ドルは、えっと、昨日ここですよね。 えー、この CPI が発表された直後、0.6540から0.65割れまで急,急激に下落。で、まあ、その後、FMC ではその後、ドル安にやっぱりなったので、この FMC5 は、えー、とドル安がさらに進んだんで、えー、反発していってこいになってしまったということで、昨日は総じて、えーと、ドル安の流れでしたよね。やっっぱり度度下がってもう一度 えっと、上がって落ちたというところなんですが、まあ、総じて、あのー、ポンドとかユーロも、ポンドも高値引きですよね。ゴードルもほぼ高値引きニュー、ほぼほぼ、ニュージーも高値引きということで、総じてドルが弱かった。で、まあ、クロス円がでも下がっちゃった。ドル円やっぱり弱かったんでね、下がっちゃいましたよね、ポンド。でも、ここのとこ落ちてた、 5ドルがちょっと引けにかけて少しこう反発してるっていうような、まちまちの動きになりましたね。あとは中国製造業 PMI が49.5から49.4、非製造業 PMI が50.3から50.2、こちらも5ドルの下げ材料になりましたね。まあ、ここら辺がアジア時間ということで、あとニューヨーク時間、ADP 民間雇用者数15万5000から12万2000ということで、予想の14.7万も減った。 まあここら辺、まあ、ADP って当てにならないっちゃ当てにならないんで、何とも言えないんですけど、まあ、ここら辺がパウエルさんが気にするところのリスクは、えー、インフレと雇用ですよと、両サイドですよっていうところの、まあ、原因ですかね。あと、ただ雇用コスト指数が1.2から0.9%に低下、こちらは雇用のコストが減あの低下してるわけですから、やっぱりインフレ、特にサービス業なんかを、 サービスインフレなんかをこう抑えるのに、高材料ということで、こちらもいい,いい指標でしたよね。まあ、インフレを抑えるという意味でいい指標でした。中古住宅仮契約指数70.9から74.3、前月のマイナス1.9から4.8、あの中古住宅仮契約はまあまあいい数字でしたねというところですね。あとはシカゴ PMI47.4 から45.3というところでしたね。 これらを受けて、アメリカの2年債は4.359から4.259、10年債4.141から4.033、30年債4.399から4.305。結構急低下しましたね。ようやく落ちてきたというところで、米2年債利まりこうですね。あの、はい。えー、っと、FMC5 急落、4.26%。 ちょっと行き足で見たほうがいいかもしれないですよね。やっぱり昨日急低下しましたよね。こうなかなか抜けなかったこの4.4から4.5のあたりを超えてきた。5年債も4%割れてきた。10年債も4.2って一度弾かれたんですけども、ちょっと完全に割れたって感じですよね。4%台まで落ちてきてますので、前回、この3月の安値付近。 ですからやっぱり9月、いよいよ利下げが始まるというマーケットの期待が高まって長期金利低下、それに伴ってドル安という動きですよね、その中でもドル円は日銀の利上げがあったのでより円高なんで、ドル売られたけど円高気味という感じですよね、それがまあ両方だったと。 でまあ、当然、金利が下がるんですから、アメリカは株が上がったということで、ダウが0.24%、SP500 が1.58、ナスが2.64、ソックス数が7%上昇、ビッ x は16.36%ということで、非常に強い株価になったということですよね。ダウ平均、1時間足、ちょっとこっちも冷やしで見てみましょうね。ダウは強いですよね。高値から落ちたんですけど、行ってこいに近い。SP500 も ちょっと安値圏で、えっ、ー、と、5500ポイント以下で、こうなってたんですが、昨日五5500超えてきましたよね。ギャップをちょっと上に行ってる。ナスダック。ナスダックも、年上ちょっと上抜けしたというところで、総、まあ、じて強かった、えー。ラッセル。ラッセルも強いですよね。で、フィナデルフィア半導体指数も落ち、ずっとやっぱり半導体売れてた,たんですが、 昨日は急回復ということで、えー、ヒートマップを見るとこんな感じですよね。いや、やっぱり金利が低下したんで、これまで売られてきた半導体関連が、えー、上昇したっていうところはあるのかなというところですよね。うんであのー、日経平均も昨日実は急上昇、あのーま、先物は結局落ちたんですが、 えっと日経平均、あの実は、きの利上げしたのに上がったんですよね、あの東京時間で。で、まあ、その後落ちたんですけど、まあ、これってあの半導体しに、日本半導体がすごく強くて、半導体がすごい上がったんですよ、これまで売られていた。でそれなぜかっていうと、ブルーンバーグに出てたかな。 えとこちらですよね、えー、中国を標的とした、えー、米,米国は、新たな輸出制限から日本とオランダの半導体製造装置メーカーを除外する用意を進めてるということで、日本の半導体製造装置、オランダの半導体製造装置メーカーが除外されるということで、これが半導体にとってはいいということで、それで、ね、昨日東京エレクとか、まあ、ぶっぱねたっていう感じなんで、まあ、特殊要因ではありますよね。 はいまあ、その流れもあったのかなっていうアメリカはあの感じですよね。NVIDIA13% ぐらい上昇しましたからねあの、えーとまあ、同業のアドバンスマイクロデバイスが、えー、とこちらも4.36%ぐらいの上昇なんですが、えー、と通期の人工知能向け半導体の売上高見通しを上方修正したというところでそれで、まあ、同業の NVIDIA が あのぶっ飛んだっていう感じでしたね。まあ、総じて強かったというところで、金利低下したんであの、アメリカ銀行株は落ちましたというところですよね。まあ、ちょっとなんか、あのリスクン的というか、金利が下がった恩恵を受けてるというところでしょうか。はい。そんな感じでございました。で、えー、っと、日経 日経新聞はまあ9月下げもというところですよねうん。あと日本金を結構頑張って取ってますよね。はい、うーんアームがちょっと一時ね、9%急落ということで、4、6月増益も予想するよきっていうところだったみたいですね。 一方で、ブルームバーグは先ほど言った除外したということで、あと9月にも利下げかということで、き、うんねまあ、昨日強調したのは、2大、えー、デュアルマンデートの、まあ、雇用とインフレ、どっちも、えー、今まではインフレ、先ほど申し上げたように、インフレのリスクだけだったけど、雇用のリスクも考えなきゃいけないっていうふうに変えたんで、まあ、それで利下げ近しか,しかというところですよね。 はいえーまあ、そういうところでしょう、あと,、ね、あとこれ、ちょっと気になったニュースなんですが、米財務省が四半期入札で、中長期債の発行規模を全四半期から維持した、据え置きは2四半期連続というところで、まああの、要は発行規模が減るっていうことは、えー、っと、債権利回りの低下を促す可能性があるっていうことですよね、うんまあ、そこがちょっと気になったニュースですと。 いうとこで、すねでえっ、ー、とやっぱりドル円は弱いんですよね、完全に152円を抜けてしまったんで、まあ、ちょっとしばらくここがレジスタンスになるのかなというところですよね。で、昨日も戻り高値が151円の25ぐらいだったんで、やっぱり152までいかないんですよね。で今日の週刊 ピポットを見ると、えー、と今週の週間ピボットを見ると15、151円の26がサポートの1だったんで、やっぱりここが今もう抜けちゃったんで、レジスタンスになってて、今日のデイリーピボットが151円の15なんで、まあ、それで上が151円のこの1520がまずはレジスタンスになるそうですよね。ここ抜けると、152円付近だと思うんですが、一方で下は、ちょっと150円割れは硬いんですけど、 え週間ピポットが148円の765にあります。で、えー、デイリーピポットが148円の40にあるんで、やっぱり148円の4050付近、えー、4060付近がここら辺が次落ちた時の第1ターゲット、抜けると146円の87とか145円とかって見えてくるんですが、ですからまずは下148円台、上は151円 あるいは152がレジスタンスになるかというところだと思います。はい、ということで、ちょっとしばらくこのアメリカも利下げ近しと、えー、日銀の利上げということで、えー、円買いしばらく続くかと思います。 はい、ということで、まあ、このマルチタイムの、あのー、ピポット、いつもお知らせしますが、えー、JFX さんのトレーディングビューで、えー、お使いいただけますので、もしこれ使ってみたいなと、これと RSI の、あのー、移動平均との組み合わせのエンゾーオリジナルインジケーターなんですが、もしお使いいただ、えー、使ってもいいということであれば、 JFX さんの講座解説し,ただしていただけると無料でプレゼントさせていただきます。概要欄に貼ってあるところからお申し込みください。また、あのー、サロンですよね、あのーまあ。より深掘りしたファンダメンタルズのお話とか、えー、より詳しいチャート分析なんかをしていますので、まあ、そちらももしご興味あれば、えー、概要欄から、えー 覗いてみてください。1ヶ月無料特典ついています。ということで、えー、8月になってしまいました。早いですね、えー。今月もよろしくお願いいたします。今日も暑いですが、皆さんお仕事頑張っていってらっしゃい。